皆さんこんにちは、プッテーモンキーレンジの時間です。今回扱う内容はループ方法についてです。今流れているようなループする背景アニメーションを作成しながらループ方法について紹介していきます。主に使う機能はエクスプレッションと、今回新たに紹介する機能となるタイムリマップです。エクスプレッションと聞くとなんだか難しそうに感じますが、今回はほとんど入力せずにできる方法をお伝えします。では早速行ってみましょう。まずはコンポジションを作成します。幅と高さを両方とも200とし、正方形のコンポジションを作成します。デュレーションは2秒にします。コンポジションが作成できたら楕円形ツールに切り替えましょう。塗りをオンにして線はオフにします。色は好みに合わせて調整してください。調整できたら楕円形ツールをダブルクリックして円形を作成します。レイヤーを展開してサイズを表示させます。72に設定します。特にサイズの指定はないので大体で結構です。ではアニメーションさせていきます。現在の時間インジケーターを開始フレームに合わせてレイヤーを選択します。シフト、オルト、P を押しましょう。これは1プロパティにキーフレームを打ってくれるショートカットです。他にも回転の R やスケールの S などと組み合わせることで、それぞれのプロパティにキーフレームを追加できます。ぜひ試してみてください。では、円形を画面上部に上げたいので、Y 軸を40にします。次に1秒かけて逆側の下方向へ移動させます。Y 軸を160に設定します。この辺の数値は円形のサイズによるので、ご自身で調整してください。目安としては、円形が画面の外側にはみ出ないように調整します。では、キーフレームを選択して、動きの緩急をつけておきます。これで準備が整いました。ループについて解説していきます。ループはエクスプレッションを使用します。1のストップウォッチをオルトを押しながらクリックします。次に右側にある三角アイコンをクリックして、エクスプレッションのメニューを表示します。メニューの中から、プロパティにカーソルを合わせて、プロパティの中にあるループアウトを選択します。これでループするエクスプレッションを追加できました。一度再生してみましょう。動きとしては、上から下へ移動するというアニメーションを一度だけ作成しましたが、再生した映像を見てみると、最後のキーフレームの後に最初のキーフレームに戻り、また繰り返し再生されていることがわかります。ループのエクスプレッションには種類がいくつか存在します。現在設定されているループは、エクスプレッションを確認するとわかります。ここの文字、サイクルと書かれています。現在のループ設定はサイクルというものになります。この文字を書き換えることでループ方法を変更することができます。ループの種類について見ておきましょう。サイクルでは最後に設定されたキーフレームまで再生されると最初のキーフレームに戻り繰り返し再生してくれるループ方法になります。すでにループしている映像素材なんかに使用したりします。次にピンポン。こちらは一度再生した後、巻き戻るように最初のキーフレームへ戻ってきます。最初と最後のキーフレームの間をずっと行き来するイメージです。ピンポンというネーミングがぴったりですね。次にオフセット。こちらはアニメーションが終了した場所から再度アニメーションが開始されます。最後にコンティニューです。こちらは最後のキーフレームの動きを継続するループ方法です。厳密には速度を継続させるイメージです。なので注意点としては、Easy Easy などをかけていて、速度が0になっている場合はうまく動作しません。速度が0にならないように、速度グラフで調整するか、リニアなキーフレームで使用しましょう。もう一つ注意点があります。今回紹介しているエクスプレッションの文字列だと、コンティニューの場合エラーが起きます。ループ方法がコンティニューの場合は2番目の引数が使用できないためです。こちらの文字を削除するとエラーを解決できます。
ちなみにコンティニュー以外のループ方法では削除しなくてもエラーは起きませんが、特に必要でもないので削除しても問題ありません。このエクスプレッションはループする範囲となるキーフレームを指定するものです。一度最後のキーフレームまで再生し終わった後に、次にどのキーフレームから開始するかを指定できます。最後の数字の部分を変更することでキーフレームを指定することができます。番号ごとに対応するキーフレームはこんな感じです。最後のキーフレームの一つ前のキーフレームから順番に数えていきます。0の場合は指定しないとなるので、最後のキーフレームの後は最初のキーフレームに戻りループ再生されます。結構特殊なケースでないと使用することがないので、覚える必要は今のところはなさそうですが、今回使用したエクスプレッションに入っていたので解説してみました。私自身は使用したことがありません。ループ方法はいくつか種類があることが分かりました。今回はピンポンを使用したいと思います。エクスプレッションでサイクルと書かれた文字を削除してピンポンと入力してみてください。再生してみましょう。上から下に移動するアニメーションしか作っていませんが、エクスプレッションで下から上に戻るアニメーションも追加されループしています。ではこのアニメーションを利用して背景映像素材を作成していきます。新規コンポジションを作成します。幅1920、高さ1080、フレームレートは先ほど作ったコンポジションと合わせておきます。デュレーションは10秒とします。コンポジションができたら背景を作成しておきます。コントロール Y で新規平面を作成しましょう。好みで色を変更するか、エフェクトで色を加えてください。次に先ほど作ったアニメーションを新たに作ったコンポジションに入れます。プロジェクトパネルからドラッグしてコンポの中に入れましょう。準備が整いました。では、エフェクトの CC ディープタイルを適用させます。このエフェクトは適用したレイヤーをタイリングして表示範囲を拡張してくれるエフェクトで、今後も非常にお世話になると思います。まずは表示範囲を拡張して画面が埋まるように調整します。左右は900ぐらいで、上下は450くらいあれば埋まると思います。画面を見ながら調整してみてください。次にタイリング方法を変更します。現在はただ普通に並べただけですが、タイリング方法を変更すると並べ方が変更され、見た目を変えることができます。ここは種類が多いので、実際に色々と変更してみて違いを確認してみてください。私はツイストを使ってみます。いい感じにタイリングされてアニメーションする背景が作成できました。今だと2秒しか動かないので、ここでもループを使用して、コンポジションのデュレーションに合わせて繰り返し再生されるようにしてみましょう。今回新たに紹介するタイムリマップという機能を使ってみます。コンポを選択した状態で、コントロール、オルト、T を押します。するとタイムリマップというプロパティが追加されます。タイムリマップとは適用したレイヤーの再生時間を縮めたり、伸ばしたり、反転させたり、停止させたりと、キーフレームで自由に時間をコントロールすることができるようになる機能です。再生速度をキーフレームで管理できるので、キーフレームを動かすことで簡単に再生時間をコントロールできます。新たにキーフレームを追加することもできるので、指定した箇所を早く再生させたりなど、詳細に制御することもできます。では、このタイムリーマップに先ほどと同じようにエクスプレッションでループを指定してあげます。タイムリーマップでは、1点気をつける箇所があります。タイムリーマップを適用した後は、最後のキーフレームを確認しておきましょう。アフターエフェクツの仕様なのですが、タイムリーマップの最後のキーフレームはコンポジションレイヤーに設定されたデュレーションの時間になっています。最後のキーフレームに合わせてみると画面に何も表示されていません。このままだとループさせた際に一瞬何も映らないといったフレームが存在してしまいます。どういうことか少し見ていきましょう。2秒の場所に時間を合わせた状態でコンポをダブルクリックして中身を確認します。コンポの中を見ると同じ2秒のところに時間があった状態で移動することができました。コンポジションパネルを見ると何も表示されていません。2秒なのでフレームレートが30の場合、60枚の絵で動画が構成されています。
コンポジションは0フレームから始まっているので、0フレームから画像を順番に60枚並べていくと59フレームで終了します。つまり60フレーム目は空白となります。この空白のフレームをタイムリマップはキーフレームとして打ち込んでいます。なのでタイムリマップのキーフレームを修正しておきましょう。最後のキーフレームから1フレーム戻りキーを打ちます。最後のキーフレームは不要なので削除しておきます。一旦ループさせる準備が整いました。今のままだとまだ不十分なのですが、一旦ループさせてから不十分な箇所を解説します。ではタイムリーマップのストップウォッチをオルトをしながらクリックし、三角形のアイコンからプロパティへとたどり、ループアウトを適用させます。今回はサイクルのループ方法をそのまま使用します。一度再生してみます。これでループするようになりました。一見何の問題もないように見えますが、問題があります。先ほどお伝えした不十分な点というのを見てみましょう。開始時のキーフレームを確認してみます。タイムリーマップに入力されている時間は0秒です。このアニメーションは0秒から開始されていることを表しています。次に最後のキーフレームの次のフレームへ移動します。タイムリーマップの数値を見てみましょう。開始時間がおかしいです。次のループでは1フレーム進んだ状態から開始されています。これは画像が1枚飛ばされているということになります。これを解消するためにループし始めのキーフレームを指定する必要があります。最後のキーフレームの次のフレームに時間を合わせて開始時間を指定します。タイムリマップの値をドラッグして0にします。これでちゃんとループされるようになりました。コンポの中身を変えてみたり、エフェクトを追加したりしてアレンジしてみるのも面白いと思います。ぜひいろいろと試してオリジナルの背景を模索してみてください。今回はエクスプレッションを自分で入力しない方法で行ったので、キーフレームが3つ必要となりましたが、エクスプレッションによっては2つでも問題ないようです。篠宮遥さんという方が記事を書いてくださっています。説明欄にリンクを貼っておきます。非常にわかりやすく、スマートなコンポのループ方法について解説してくださっているので、お時間ある方はぜひ読んでみてください。今回は以上となります。いかがだったでしょうか？今回はエクスプレッションとタイムリマップを利用したループ方法について解説しました。動きをループさせるというのは、いろいろな場面で役に立つはずです。時短にもつながりますし、ぜひ習得して使ってみてください。ではまたお会いしましょう。さようなら。